関生花店さんです。中に行ってみたいと思います。あれはうちの名物の焼き芋なんです。あ、そうなんですか。あの今ね結構電気とかガスとかで焼いてるところがあるんですけど、あの練炭って言ったら炭で焼いてるから、包み込むような強火の陶器って、それで焼いてるからすごい柔らかくてね美味しいんですよ。すごいですね、商店街の会長さんっていうのにちょっと伺ったんですけど、こちらの商店街でなんかイベントとかってあったりするんですか？今年はコロナの影響であまりイベントできなかったんですけど、夏にあのフラダンスの人が踊ったり、ハロウィンの時期はあの子供たちを集めてあのファッションショーをしたり、そういうこともできなくて、でいつもやってる歳末大売り出しっていうのをそれはやろうと思って、でこういうスクラッチ形式にしてその場で3000円買ったら1回できる券と300円で1回できる券をやっています、はい、今年12月31日まで使えるスクラッチ券です。よろしくお願いします。コーヒー専門の自家焙煎ジャストコーヒーさんです。焼きたてなんですよ。うちはオーダー焙煎でやるんですよ。すごい。普通のとこって焼き豆だから入れて火がわからないんですよ。だけどうちはもうお客さんが来てからしか焼かないんで。こちらはヘアサロンのオリーブさんです。あの美容院の仕事って化学物質にまみれてる。あ、わかりますよね。そうです。こういうね、細めだったり、はい、メイクだったり、そういう化学的なものをなるべく排除して、自然にこう美しさを、お客様が持っている美しさを引っ張り出す、そういうのをこうコンセプトでやり続けてます。豊久美屋さんに来ています。おすすめの商品とかありますか？いろいろあるんですけど、今の時期にちょうどぴったりなのがあります。ジンジャーシロップ。ジンジャーシロップ薄めたり、そのまま飲んだりも、あとなんか混ぜたりとか。あ、混ぜたり、じゃあよかったら、試飲あるんで飲んでみますか？あ、いいですか？はい、ありがとうございます。お願いします。はい、このぐらいがいいと思います。ね、はい、まず香りがね、すごいジンジャーって、生姜ですよね。生姜ですね。国産のジンジャー。結構ずんと結構しばらく喉がね熱い熱くなりますね。あったかいですね。でもシロップだからお砂糖の甘みとかもあってすごい飲みやすいですね。そうなんです。砂糖きびの使った甘さですね。砂糖きび、なんか喉の調子が良くなって声の通りがすごい良くなる。あ、本当？まだ今年の4月の30日からなんで、今年の、はい、コロナの真っ最中、はい、お送りしました。まあ、やっぱり地域に根ざして、この近所の人たちに来ていただければ、はい、嬉しいですね。はい、なんかおすすめのパンとかあったら、教えていただけますか？まずですね、こちらのクリームパンのクリームのカスタードが、まあ、手作りで、まあ、それが一つおすすめなのと、まあ、あとこちら の, あの焼きカレーパンっていうのは、まあ、普通カレーパンやあの油で揚げるんですけど、これちょっと油で揚げてなくて焼いてるんで、結構ヘルシーな、はい、瀬尾肉店さんに来ています。焼き豚朝日の一品。いいですね。炭火そうです、これはもう焼き鳥もだからもう炭、炭でね、だほこして、それでそのまあその今のね、なんかケースの中に、
花を入れて、そして焼いて、うん、あの、じゃあみんな帰り道に買っちゃいますね。こちら、明学館相鉄三つ教皇さんに来ています。はい、まあ、対象はですね、小学生から高校生までいます。はい、で、集団の授業ではなくですね、はい、まあ、1対1とか1対2とか、それから少人数で、教えてるっていう個別指導のやり方ですね。はい、ですね、まあ、いろんな子がいるんで、はい、苦手な教科を中心に、はい、まあ、数学が苦手な数学を中心に、基本的に、中学生は5教科対応で、はい、数国理社と満遍なく教えるというやり方で、まあ、苦手なのはボリュームを多く教えるというようなやり方でやってます。こちら美容室田中さんです。もう60年いるになりますね。母がこのビルを建てて、はい、私が2代目として、はいはい、頑張っているつもりではあるんですが、今こういう時期ですので、はい、ちょっとお客様が来る機会をちょっと失ってるかなと思うの で、うん、ですよね。うん、でうちの場合は、はい、1対1で私が最初から最後まで1人のお客様を担当しますので、はい、あのお客様来た時には他のお客様も入れないように時間制限にしてますので、安心して来ていただければなって思ってます。